ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。宮崎の美味しいものを紹介するブルーで乾杯。今回はこちら、飲み食いどころコリンにお邪魔したいと思います。西立通り沿い、ダイヤモンドビル向かいの2階、カウンターとテーブル席、そして個室も備えた店内は静かにくつろげる落ち着いた空間です。ご紹介いただくのは谷畑さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですが、お店のこだわりは何ですか？うちのこだわりはですね、魚料理ですね。はい、県北の方から仕入れる天然のお魚をメインにですね、白身のお魚はまあ大体3日目ぐらいから熟成させて使うようにはしています。じゃあそんな中でもおすすめメニューは何ですか？まずはうちに来ていただいたら刺身の盛り合わせを食べていただくのが一番魚の味を分かっていただけるかなと思います。持ちごたえがあるからすっごい分厚いですね、これ。そうですね、やっぱり分厚く魚を切った方が魚の味もしっかり分かりますので。お魚の甘みがぐんぐんきて、もう噛めば噛むほど味が出るってこのことだなって思いますね。取れたてだと身のプリプリした食感っていうのだけになってしまうんですけど、身を寝かせることによって魚自体の脂が馴染んできますので、はい。飲み食いどころコリンのこびきブルーに合う一品は何ですか？本日は、マダイのあら煮になります。宮崎っぽくちょっと甘辛く味付けしておりますので、はい、焼酎との相性もすごくいいと思います。一番おすすめの部位というか、このごぼうをどけていただいて目の下の頬あたりにも身がついてるんですけど、そちらの方が結構結構ありますね。そうですね、意外に隠れてます。意外になんか想像を超えてきました今。すっごい身に染みてるんですけど、はい、身がこんなにふわふわになるんだなって、すごい、ここまでのふわふわ感と浸透率はすごいと思います。ありがとうございます。ここにこびきブルーのロックをいただきます。しっかりと味が染みたあら煮とまたこびきブルーがよく合いますね。そうですね、味付けの方を宮崎っぽくちょっと甘辛くしてますので、こびきブルーのキレの良さで相性がちょうど良くなると思います。地元の人はもちろん県外の人にも愛される味ですね。そうですね、今回ご紹介した飲み食いどころコリンのマダイのあら煮、皆さんもこの機会にぜひお楽しみください。それでは谷畑さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。乾杯。今回ご紹介しました飲み食いどころコリンで使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは MRP 番組ホームページをご覧ください。飲み食いどころコリンは西立通り沿いダイヤモンドビル向かいの2階です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。